アゲハチョウの一種パピリオアンドロジーウスに見られるシゆモザイク。左右で羽の模様が違い、左下側の青い部分がメスの羽の模様であり、それ以外のクリーム色部分がオスの羽の模様を示している。七ナナフシの一種でのシゆ、モザイクモンシロチョウシゆモザイクとは、生物において一つの個体の中にオスの特徴とメスの特徴を持つ部分が、 明らかな境界をもって混在していること。私有観合体、性的モザイクと呼ぶこともある。大多数の生物は同じ種でも個体に性別という区別が存在する。オスとメスとで細胞の遺伝的構成は異なり、多くの場合、オスの特徴とメスの特徴は一つの個体で、並存することはない。その例外の一つが私有モザイクである。他に、 細胞全体の遺伝的構成が、死ゆの中間的で統一されている、麻生がある。二つは別の現象であるが、人の場合、死ゆモザイク状態と、麻生状態を含めて、半音名と呼ぶ。死ゆモザイクは、節足動物や鳥類で観察されている。発生や組織形成時の体細胞分裂で、性染色体の脱落が起き細胞レベルでの、 性表現が異なる組織がモザイク状になることや性染色体、常染色体を問わない体細胞突然変異による性ホルモン受容性が変化した組織がモザイク状になることなどが原因として推定されている。これらの説は原因は遺伝子の異常によると考えるものだが蝶類である鳥に関してこれらとは異なる説がある。その説は オスの遺伝子を持つ生子とメスの遺伝子を持つ生子の二つが卵子と同時に受精し一つの卵の中にオスとメスの二つの肺が形成されそれが融合することで死有モザイクの鶏が生まれるというものこの根拠は2010年に発表された実験で死有モザイクの鳥の細胞を調べた結果遺伝子に異常がないことが発見されたことによる昆虫で 死有モザイクが比較的よく観察されることから、昆虫には性ホルモンはなく、細胞ごとに性別が決定するという説が、昆虫学では定説となっているが、昆虫にも性ホルモンがある可能性があるとする研究者もいる。2016年10月14日、鳥取県境港市でこの特徴を持つベニズワエガニが水揚げされた。 鳥取県水産試験場は、こうしたカニが発見されるケースは、過去にあったものの、非常に珍しいと話している。ありがとうございます。